はい、どうもニーナです。それではラストオブアスパート2、続きをやっていきたいと思います。来ましたよ、水族館まで。いや、ボートは失ってしまいましたが、やっとね、やっと仇の元へたどり着いたという感じでしょうか。トミーたちはどうなんだろうな。これ実際のところ、そう、それそれなんですよ。ここでしょ、正面突破作戦でいいのかな。さすがにここはあかんよね。まあ、そりゃそうだよね。警備が厳重だ。いそうだね、そうなると。まあ、誰かし関係者はいるだろうから、そこで問い詰めていくしかねえな。今度こそ重要でしょ、ステルス、ステルス最近ステルスの素の字もないけど。いけますね。あまり人の気配がしないな。そんなもんか。ちょっとまたあの博物館を思い出す感じだね。どっちが正解だ。正直な話、潜入でこんな堂々とライトつけてちゃいけないんだろうけど、暗いとよくわかんないんでね暗いとよくわかんないんでつけていきますが、さすがにもう何にも展示してない感じだよね。水族館、元水族館みたいな感じだよね。元水族館、うん。ちょっとあんまり人の気配なくない？本当にアジトなの？まあ、隠れ家っつってたか。ちょっと火炎瓶はガンガン作ってこう。何なんだろうこれ。そう、それ全く同じこと思ってました、私も。何もないよ。怖っ。あんま感染者がいる雰囲気でもないよね。隠れ家なのかな。
族館の舞台裏潜入みたいな感じになってるけど。なんもないね。なんか人がいるならさ、もうちょっとバリケード作ってあったりとかありそうなものじゃない？降りるってことか。暗い。なんかそれらしきメモみたいなのもないし、まあ、こっそり隠れて服がある。なんか人の気配がしてきたぞ。そろそろ誰かいるかもしれないな。マジでどこにいんの。完全に気持ちがリンクしてますけど。特になんか伝言のメモ書きみたいなのもないね。開かない。ただここみんな強化ガラスみたいになってて割れそうもないんだよね。他のとこから行こう。おう、他のところってどこよ。なんかダクトがあったりすんのかな。部品取り忘れてた。いやそうじゃなくて、他のところから行こう。他のところから、どこ調べてないか。他に行く道ある？これ。え？完全に迷子なんだが。だって開かないでしょこれ。強化ガラスでしょ。ダクト通れそうな気はするけど、ダクト？あ、ダクトだ。ダクトですね。なんかこれ弱っててちょっとやめてよ今暗くなるのやめて。そこが抜けるとか嫌だな。抜けた。ただ犬がいるということは、誰かしいるぞ。当然の誰かしが。まあね、明らかに野犬ではないもんな。
息を潜めてやがるか。何があったわけ。誰か治療の跡か。ただ人がいることは確定した。誰かがいるってことだね。やばい、ドキドキしてきたな。寝床だぞ。行けるとこ多くない？ここには何人かの人がいるぞ。そっちには人がいる。一応矢探しさせてもらうぜ。一人じゃないんだ。おい、マジ？まあファイヤーフライだよね。オーエンは脱走したとか言ってたよね。アビーと一緒にいたやつだよね。開かない。さてと、オーウェンと誰かがいる。手を挙げて。アビーはどこ？お前あの時の。どこに向かったの？言えば殺さない。言ったってどうせ殺される。あんたらに用はない、アビーだけ。嘘つけ。あんた、こっちに。来な。アビーの居場所を指さして、で次はあんた。一致しなければ殺す。分かった。何してんだ。どうせアビーは死んでる。おい、やめろって。来ないで。なあ、話せ。下がってな。居場所を指して、さっさとしな。ごめん。結局こうなるのか。アビーはどこ？彼女は…どこにいるの？
けない。落ち着けな、俺だ。ごめんなさい。いいんだ。おい、行くぞ。行こう。大丈夫だ。切ないな。なんとかみんなで劇場には帰ってこれたけど、これからどうしようか。やっぱみんなには帰ってもらおう。ジャクソンに。これはエリーだけで続けようよ。雪で覆われてる。向こうに着く頃には全部溶けてるだろう。どこ行くんだ？ちょっと外に。まだ起きてたの？眠れなくてな。なあ見てくれ。帰りはエレンズバーグを通っていこう。明日フォールシティに着くかってとこだな。エリー、奴らも報いは受けた。でもあいつは生きてる。そうだ。それでもいいか。仕方ないでしょ。うん。また間を通るなんて嫌になっちまうな。それよりもマリアから大目玉食らうこと心配したら？もう慣れっこだよ。でもまあ、お高そうなエリアを通ってた時にネックレスを見つけてな。あれ絶対本物の金だ。本当に本物？間違いない。見せてくれよ。俺だって見分けをつく。じゃあそれみんなからってことにしてよ。自分の分は自分で探せ。大丈夫か？平気。エリ、平気だって。
戻ってきてくれてありがとう。お前ら放っておけないし。正真正銘のバカ。じゃあこれならどうだ。お前一人じゃお先真っ暗。その息。まずい。ジェシー、立ちな。両手を上げなきゃこいつも撃つ。ダメだ、エリー。早く逃げろ。さっさと立ちな。ダメだ、出すな。黙って。クソ。サホラ、待って。わかった。武器を捨てて。早く捨てろ。ほら。エリー、ダメだ。ジョエルのせいじゃないの。私を守ろうとしただけ。治療法がないのはこの私のせいなの。彼は逃がして。みんなを殺した。見逃してやったのに全部ぶち壊した。